トマス・キャンベルトマス・キャンベルは、アイルランド及び、アメリカの牧師、伝道師、農場経営者である。ディサイプルス教会の指導者として、アメリカで起こった第二次大覚醒において巧妙な、改革者となった。1763年、アイルランド王国北部、アルスターのダウン県に生まれ、1786年に、グラスゴー大学を卒業し、長老派教会の牧師となった。 1807年、トマスはアメリカのケンタッキー州に移住の後、フィラデルフィアで開催された教会会議を経て、ペンシルベニア州西部に牧師として派遣された。やがてトマスは、キリスト教徒のうちの教会分派の現状に心を痛め始めた。そのきっかけとしては、母国の長老派教会が大教派の会員に生産式を施すことを禁止する規則を作り、 アメリカの教会においても規則に従うよう求めてきたことも影響していた。そこでトマスは自身と異なる教派の信者たちを自らの生産式に受け入れるなどして行動を起こし始めた。当時異例のこの生産のあり方についてはトマスが所属する団体から敵対的な態度を招きトマスも自らの行いが聖書の教えと一致していると弁明したため団体から 脱退韓国を喰らう羽目になった。またトマスはカルバン主義への疑問も抱いていた。しかし、組織から脱退したトマスの考えを支持するキリスト教徒たちも現れ、1809年、トマスは聖書が語るところで私たちは語り、聖書が目するところで私たちもまた目するという原則のもと、支持者と共にワシントンクリスチャン教会を設立し、 ワシントン・クリスチャン協会の宣言及び提言を発表した。トマスは宣言文書内で何人も兄弟から裁かれることはできず、また何人も兄弟を裁くことはできない。人は皆何よりも自分で自分を裁くべきで自己を神の前に弁明しなければならない。各人は皆神の言葉に縛られているのであって、神の言葉の人間的解釈に縛られているのではない。 と訴え、教会は聖書に帰らなければならない。イエス・キリストの教会は一つであると主張した。一方、時を同じくして、トマスの息子アレグザンダーも北アイルランドで、トマスと同じ問題に悩んでいた。父と同じく長老派教会の牧師となった、アレグザンダーも、教会が神徒を教派の名のもとに支配する現状に苦悩した。アレグザンダーは、 生産式を自主的に行わないことにし、しばらく悶々とした日々を過ごしたが、父のいるアメリカへ移住することで、事実上、長老派教会から離れる決意をした。トマスとアレグザンダーは、それぞれ別々に同じ疑問を抱き、それぞれ長老派教会から離脱することとなったが、互いが同じ状況に陥っていることについて、アメリカの地で再会するまで知らなかった。アレグザンダーは、 父がまとめたワシントンクリスチャン教会の宣言及び提言を読み、今後の伝道のビジョンを明確にした。その後、トマスはワシントンクリスチャン教会が新たな教派に発展することを恐れ、教会の会員が長老派教会のうちで信徒としての交わりを得られるよう、1810年に長老派の教会団体宛てに申請を出したが、団体はトマスの申請を却下し、 教会が言ってきた活動自体も激しく批判した。こうして、規制の教会団体から敵意を向けられたトマスらのワシントンクリスチャン教会は、自らが信ずるところの聖書に基づく教会を自分たちで作らなければならないという決断を下すこととなった。しかし、教会が教会に変化したとしても、いかなる教派にも属さず、聖書に則っ,った教会を作ることで、信徒は、 一致に至るはずだというトマスらの信念は揺るがなかった。また、トマスはこの頃から農場経営を始めた。一方、アレグザンダーも1811年に結婚し、妻の父が経営する農場で働き始めた。トマスとアレグザンダーはそれぞれ別の土地で新たな職を手にすることとなった。1811年、トマスらのワシントンクリスチャン協会のメンバーは、 ブラッシュランと呼ばれた小川の近くにブラッシュラン教会を設立した。ブラッシュラン教会においては、牧師と平身との区別は存在せず、長老、羊、伝道者などの役職を、信徒の内から選んだ。なお、この教会運営のあり方は、後のディサイプルス教会発足時にも引き継がれた。しかしながら、ブラッシュラン教会は、 信徒間の意見の相違をメンバーのお互いの寛容さで乗り越えてきたが、やがて幼児洗礼の是非に関する議論が発生することとなった。教会設立当初は希望者にのみ、トマスやアレグザンダーが心霊による洗礼を行っていたが、アレグザンダーに子供が誕生したことをきっかけに幼児洗礼が聖書的に正しいのかどうか判断をすることとなった。そして、トマスや アレグザンダーらの判断の結果、1812年、信仰を告白した者への心霊のみが洗礼として有効であるという意思統一を、教会内で言った。この洗礼問題における意思統一は、ブラッシュラン教会周辺のバプテスト教会に歓迎され、1815年にはバプテスト教会連合体との協力関係を結んだ。しかし実際のところ、 ブラッシュラン教会の信徒たちにとっては、バプテスト教会が制定している信仰告白を受け入れることもできなかったし、ブラッシュラン教会自らの独立的立場を脅かされることを大いに危惧していた。諸教会、信徒の一致を掲げること、そしてあらゆる人間的な協議は受け入れないことを条件に、バプテスト教会連合、レッドストーンへ協力することを決めたものの、 1816年にアレグザンダーがバプテスト教会連合の会議で演説した内容がバプテストの各教会から猛烈な批判を受けたことをきっかけにトマスらは1824年には協力関係を解消することを決断する。ブラッシュラン教会がバプテスト教会連合をレッドストーンから分離した1824年トマスは今度は マホニング・バプテスト連合の指導者、ウォルター・スコットと協力関係を結び、さらには1832年には、バートン・ストーンの神徒トグループと合同し、ディサイプルスを結成した。ディサイプルスの誕生前後にかけての一連の運動は、現在、聖書復帰運動として知られている。トマスは、息子のアレグザンダーほど、急進的な運動家ではなかったので、アレグザンダーの補佐役として、運動を、 安定的に発展させる影響をもたらした。ありがとうございます。